したら、じゃあ一旦カメラ、あ、でも時間ないか。じゃあ続いてちょっと会場者向けのご案内だけさせていただきます。Zoom で参加の方にお知らせします。質疑応答の説明です。質疑応答は、Zoom の画面の下に参加者というボタンがありまして、そちらを押していただくと、手のマークが出てくるんですけども、こちらが挙手となっております。試しに一度押していただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。本日のセッションが、機械学習に関するお話なんですけれども、プライベート含め機械学習も触ってるっていう方もしいらっしゃいましたら、もう一回挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。特中は、ズームのチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。YouTube で見ている方にご連絡です。この部屋のハッシュタグは PyConJP_5 です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートをしてみてください。じゃあ、これからですね、はんぺんさんの発表を始めます。タイトルは、機械学習の実装から考えるオブジェクト思考です。発表時間は、質疑を含め、15分です。発表前に、マイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。では最初に読み上げ事項の方を、ね。はい、私の名前は、持ち丸優也です。はんぺんです。発表のタイトルは、機械学習の実装から考えるオブジェクト思考です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyConJP のコードケアに同意します。はい、ありがとうございます。じゃあ、時間になりましたら始めますので、もうちょっとお待ちください。30分からです。このセッションが一応 PyConJP の一番最後と、発表自体はこれが最後のセッションとなります。なるほど。大取りなんですね、これは。緊張しますね、それは。この後はもうクロージングとパーティーだけですね、予定として。なるほど。いや、スタッフの方々、皆さんもお疲れ様でした。あ、どうもありがとうございます。
それでは始めましょうか。はい。じゃあ、それでは、はんぺんさんを拍手でお迎えください。では、お願いします。はい。あ、皆様、ありがとうございます。本日は機械学習の実装から考えるオブジェクト思考というテーマで、はんぺんが、お話をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、まず最初に自己紹介させていただきます。私持丸優也と申します。大学時代は機械工学専攻してまして、ドイツ留学しているときにちょっとなテーマは違うかったんですけど、機械学習に目覚めてそこから独学で勉強して、2018年以降 IT 企業のデータサイエンス部署で、機械学習関係の仕事をしています。で、仕事としては1年目予測モデルの構築とかしてて、2年目画像動画の分析してて、今は動画分析アプリケーションの構築ということで、どちらかというとサーバーサイドの実装などをやっております。で、プライベートでテニスの動画分析とか、未踏 AI というもののプロジェクトで開発してたりしてます。はんぺん2929という ID でツイッターやってますので、もしよろしければフォローお願いします。はい、というわけでこちら本日のアジェンダです。まず最初に本発表の対象者を想定している方としては、そもそも本発表は社会人1年目の時には自分が機械学習の実装で結構、苦しみを感じまして、その上で今知って、当時知っておきたかったなってことを話します。で、対象者としては初学者の方を想定してまして、例えばデータサイエンティストや、機械学習エンジニアで、働くことになりましたが、コンピューターサイエンスを今までそんなに勉強してなくて、結構機械学習の実装をする羽目になった、そんな方だったりとか、Jupyter ノートブックで、つらつらと上から下に実装することに結構限界を感じている方や、オブジェクト思考がよくわからないという方が、想定している対象者となっております。はい。で、本発表の目的としては、機械学習の実装は基本的に辛いので、オブジェクト思考の書き方で、少しでもその辛さを緩和できることを皆さんに知ってもらうことが目的です。つらみエピソードを3つ挙げさせていただいているんですけど、例えばノートブックの管理に関しては、Jupyter ノートブックに実装していると、結構最初は楽しくて、自分も Jupyter ノートブックで結構最初の初期の実装みたいな、分析みたいなやつが好きなんですが、だんだんとそのノートブックが大きくなってくると変数の管理が複雑になったりとか、処理の繰り返しが目立って、管理が大変になったりという辛いエピソードがあるかなと思います。で、修正が大変というところに関しては、実装した直後ならまだいいんですけど、実装しては時間経ってしまうと、分析って結構複雑な処理になりがちで、それを複雑な処理に対して修正加えるのは大変かなというふうに思います。また、モデルの更新が頻繁というところで、今回画像を例に話をさせていただくんですけど、結構画像だと、なんとかネットとか、結構いろんな新しい仕様が日々出てきて、それに対して、なんか試したりするのに、その周辺のコードを全部毎回スクラッチでなんか書き直したら結構大変なので、そういったところを、差し替え可能にするようなことができるっていうのをお話しさせていただきたいです。で、最初に手続き型とオブジェクト思考という話をさせていただきます。モデリングする、手続き型と、オブジェクト思考というプログラミングの書き方があるんですけど、手続き方の方が、どちらかというと、Jupyter ノートブックで上から下に1行ずつ実行されているような書き方をイメージしていただければ、していただきたいと思います。メリットとしては、小さなプログラムを書くにはちょうどよくて、また上から下に1行ずつ流れるので、コードを追いかけやすく、また学習難易度が低いというのがメリットです。デメリットとしては、先ほど申し上げたんですが、処理の再利用ができなかったり、グローバル変数で、なんか予期せぬ、処理予期せぬ事態がバグが起こってしまったり、比較的修正を加えるのが難しいかなと個人的には思っております。で、オブジェクト思考、一方オブジェクト思考なんですけど、メリットとしては処理の再利用ができることと、後ほどお話しますクラスカプセル化、継承ポリモフィズムといった特徴を利用できるっていうのが大きなメリットです。で、修正を加えるのが比較的良いかなと自分は考えています。デメリットに関しては小さなプログラムの確認は向かないかなと思ってまして、またコードを追いかけにくいっていうのも、ちょっとデメリットです。これどういうことかというと、処理再利用するので、上から1行ずつ実行するのではなくて、途中で他のメソッドのところに飛んだりするので、コードが追いかけにくくなったりも、するというのはデメリットです。また学習難易度が比較的高いかなと思っております。で、主な用途として、機械学習周りで使用されるのは、分析とか初期のモデリングだと手続き方で実装されて、オブジェクト思考だと結構モデリングがコード化したり、要件が固まってきたり、
あとパッケージ化したりシステム化するっていうところで実装されていきます。でこのモデリングは両方でされること多いんですけど、結構この手続き方からオブジェクト指向へ、まあ、実装し直してところの溝を埋めたいっていうのが個人的な思いとしてはあります。でなぜオブジェクト指向で書くのかというと、一言で言うと、まあ、実装者が楽ができるっていうのが一番大きいです。はい、ということで、4大要素というところ、オブジェクト指向の特徴に次入っていきたいと思います。4大要素、今回挙げてるんですけど、クラス化、カプセル化、継承、ポリモーフィズムという4つの要素があります。1個ずつ見ていきますと、まずクラス化なんですが、クラス化やることとしては、変数とメソッドを同じところにまとめるということをやります。機械学習の例ですと、種類の中からデータやモデルなどの処理、まとまった機能としてクラスにまとめるというのをやったりします。利点としては、クラスにまとめることで、ソースが整理、整頓されて、どこにどの処理があるか、機能があるかっていうのが分かりやすくなります。で次にカプセル化です。カプセル化は変数とメソッドを切り出すことで、ちょっとこれ、口実もするんですけど、データをクラス内に隠蔽して、外から見えなくすることができます。機械学習の実装例ですと、前処理、機械学習って基本的に僕は前処理と推論と後処理の、まあ流れで、処理の流れがでまとめられると思ってるんですが、そういった処理の流れの機能ごとにメソッドとして切り出したりをします。で、データをそこから触れないようにしたりします。利点としては目的のメソッドごとに切り出されているので修正がしやすくて、あとデータが外から触れないということでデータを守ることができるという利点があります。で継承に関しては、説明としてはメソッドや件数を親クラスと呼ばれるクラスから受け継ぐことですと。で機械学習での例としてはモデルに必要な、まあ、処理を親クラスで定義して子クラスに継承、させるという、使われ方がします。でこの利点としては共通の処理を実装しなくてよくなるので、結構ソースのコードの、まあコピ同じような処理をコピペするんじゃなくて共通の処理を一つのところにまとめておけるという利点があります。で実装をどこ、何を実装すればいいかっていうのを知る、やり方があるんですけど、それを使うことで実装部分が明確になるという点があります。最後、ポリモフィズム。これが一番大事なんですが、これの説明としては、複数のクラスの中で実装が違ったとしても同じインターフェースで実装されるということです。機械学習の例ですと、例えばモデルを使用するときにメソッド名、引数名と返り値を同じにして、中身のロジックだけ変える。インターフェースだけ同じにするという利用のされ方があります。で利点としては、利用側から中のロジックを気にする必要がなくなって、その結果、モデルの変更、まあ、差し替えなどがしやすくなるといった利点があります。これが4大要素の説明になります。で、ちょっと今、1個前でカプセル化についてお話したんですけど、Python でカプセル化する必要があるかって話があって、でカプセル化の中の先ほどの外からデータがアクセスできなくなるって話なんですけど、まあ、Python の考えとしては、みんな大人なんだからという考えが存在して、オープン、パブリックであることがクローズ、プライベートであることが有益であるという考えがあるらしいです。どういうことかというと、クラスにはプライベート属性とパブリック属性の2つがあって、プライベート属性は変数の前にアンダースコアを2個つけることで、外から使用することができなくなります。厳密に言うと、ちょっと変わった使い方をすればアクセスできるようになるんですが、基本的に使えないような想定のものです。パブリック属性は、アンダースコアつけ普通に書くことで外から使えるという、そんな内容です。でこれ Python の思想的にはパブリックの方がいいという話ですが、まあ、その現場によってシステムとか、まあ、によって、まあ、考え方が違うので、まあ、それに従って実装すればいいかなと個人的には思っております。でポリモーフィズムに関してちょっと説明させていただくと、これ、まあ、ありとなしで同一性があるかっていうふうに考えるのが一番わかりやすいかなと思ってて、ポリモーフィズムなしだと、例えばモデル A、B、C、同じような機能のモデル A、B、C があったとして、例えばモデル A だとその使うメソッドがコンピュートって書いて、モデル B だと get result、モデル C だと inference って書かれてて、同じような機能を使いたいのにメソッド名が違うっていうふうになってます。でまた、渡すデータにしても、まあ、画像を渡して、例えばその画像が何だったのかって画像分類のケースを考えると、その画像が JPEG イメージ、ピローの JPEG イメージファイルなのか、アレイなのか、テンサーなのかっていうので、利用者としてからしたらインターフェースが違うから使いにくいねっていう感想になってしまっているのがポリモーフィズムを考えずに実装した状況になります。一方、ポリモーフィズムありで実装すると何がいいかっていうと、モデル A、B、C それぞれ同じ機能を使うときに全部コンピュートという同じメソッドで使えて、かつ渡すデータに対しても全部イメージの同じ
同じイメージの JPEG イメージファイルを渡して、かつクラスネームも同じストリングが返ってくるっていうので、まあ、利用者がするとインターフェースが同じだから使いやすいねっていう、そういった感想を抱くことになります。これがポリモフィズムのありなし、説明で、あったときないときの違いになります。で、ちょっと実装例を見ていきたいと思うんですが、今回実装例を見ていく上で、画像分離のモデルを視点に見ていこうと思います。画像を渡して、画像分類のモデルに加して、結果、その画像がどういったクラスのに当てはまるものなのかという回数、シンプルなものです。で、今回、オブジェクト思考のクラス、リスト見るなどで3つのクラスを用います。1つ目が画像分類モデルクラス、まあ、具象クラスと呼ばれるものです。で、2個目が画像分類ベースモデルクラス、抽象クラスで、これは画像分類のモデルの共通の処理を実装するところです。で、ベースモデルクラス、インターフェースはモデルの処理の流れを定義する。そういったクラスを3つ用意いたします。はい、ちょっとここが実装例見ていきます。ちょっと小さくて、かついきなりコードがバーって出て非常に恐縮なんですけれども、一個一個見ていきましょう。左が画像分離の処理、鉄字型で書かれた上から下に流れる処理で書かれたものです。内容としては、クラスのラベルをテキストファイルから読み込んで、前処理を定義して、モデルを呼び出して、モデルを呼び出しますと。で、前処理を行って、推論を行って、後処理を行う。そういった典型的な処理の内容になっております。で、それをクラス化と継承を使って、どのように実装されるかっていうところなんですけど、まず1点目が、機械学習としての振る舞いを実装します。機械学習と、そもそも機械学習というモデルなんです、処理なんですけど、基本的に前処理して、推論して、後処理するっていう、まあ、3段階に分けられると考えられる。僕は考えております。で、その流れというものを抽象化して、一番右のベースモデルのクラスのインターフェースで、プリプロセス、前処理、インファレンス、推論、ポストプロセス、後処理、コンピュート、それを使用するメソッドというところで、インターフェースを定義します。で、その定義したインターフェースに対して、画像分類の処理として、画像分類ベースモデルクラスで、それぞれの内容を前処理、推論、後処理、で、それを使ったコンピュート、実装者が使う処理として、実装していきます。これが機械学習のモデルとしての振る舞いの実装の仕方です。で、次に画像分類の共通の処理というところで、今回次は機械学習としてではなく画像分類として共通の処理を実装します。これはクラスのラベルの読み込みと前処理の定義が挙げられて、それを、この今緑のところですね、緑で囲ったところを実装していきます。これは機械学習全般に使われるものではなくて、画像分類の特有で使われることなので、画像分類のところで定義しています。はい。で、次に、個々の事象の画像分類モデル特有の処理です。今回、これ、挙げているのが AlexNet。ここ AlexNet と言われる、結構古いものなんですけれども、次に、なんですけど、個々の、いろんな指標が画像分類にもあって、それ特有の AlexNet だからこれ、例えば ResNet だからこれっていうところを実装、最後する必要があって、それを、抽象クラスの Get モデルというメソッドで定義してて、それを継承して、そのクラスを継承した AlexNet のクラスで、その AlexNet を呼び出すのに必要な、メソッドを定義します。といったところで、機械学習としての振る舞い、画像の分類のモデルとしての、機能を具象クラス、それぞれの手法として必要なところっていうのを3段階の 3つのクラスで実装するというのが今回の例になります。で、継承のところをもっと細かく見ていくと、例えば AlexNet だけじゃなくて ResNet50 も使いたいときに、この画像ベースモデルクラスをコピーしてペーストとして必要なところで書き換えるってやり方も、まあ、なくはないんですけど、このように画像分類のベースモデルクラスを定義しておいて、それに対して、AlexNet、ResNet でそのクラスを継承して必要なところ、Get モデルというところだけオーバーライド、書くことで、容易に、クラスを新しい他の画像分類の手法のクラスも、作ることができます。で、それによって、ポリモーフィズムの話で言うと、それぞれコンピュートして、イメージを渡してコンピュートして、クラスネームが返ってくるということで、こちら側からとしては中のロジックを一切気にせず、同じように使えるというのが非常に大きなメリットとなります。はい、最後、まとめです。はい、まとめです。
最後、ノートブックの管理というところで、ちょっとノートブックのところ話はあんまりできなかったんですけど、管理は楽そうになるかなと、これで思います。修正に関しては、クラスとメソッドが切り出されて、修正箇所は分かりやすくなったと思います。でモデルの更新が頻繁でも、ポリモフィズム使うことで、そのモデルが何なのかっていうのは気にしなくていいので、差し替えが楽になったかと思います。はい、参考文献、こういったものを見ました。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと質疑の時間が残っていないので、スピーカーの方、最後になんか言い残したこととか、なんか、ありましたらお願いします。あ、本日は皆様、ありがとうございました。今後も頑張っていきます。はい、ありがとうございました。それでは時間になりましたので、投稿終了いたします。発表者の方に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。Mm-hmm.